イスラーム文化とは歴史的にイスラム教信者に共通する文化的な特徴を指す言葉として用いられる世俗用語である。7世紀にアラビア半島でイスラム教が成立し初期のムスリム文化は主にアラブ地域で発展した。イスラム帝国の急速な拡大とともにムスリムの文化はペルシア、バングラデシュ、トルコ、パキスタン、モンゴル、 中国、インド、マレーシア、ソマリ族、ベルベル人、エジプト、インドネシア、フィリピン、東ローマ帝国、アンダルス、シチリア人、バルカン半島、西洋など広範な地域の人々に影響を与え、同時に同化してきた。イスラーム文化はそれ自体が議論の多い用語である。ムスリムは、多くの異なる国や地域に居住しており、 ムスリム間における文化的な連帯を分離することは難しい。人類学者や歴史家は宗教が文化に大きな影響を与えている地域としてイスラームに関する研究を行っている。イスラームの著名な歴史家であるマーシャル・ホジソンは自身の著作であるイスラームの試みの中でイスラームのやムスリムという用語を世俗的な利用と対比しながら 宗教用語として利用する難しさを述べている。彼は、イスラームやムスリムといった用語を純粋に、宗教的な現象にのみ使用することでこの問題を解決しようとし、歴史上における、ムスリムの文化や事物に関しては、イスラミケートという用語を生み出して差別化を図ろうとした。しかし、この用語は広まっておらず、 イスラーム文化の事物とイスラームの宗教的な用語の文脈の違いについては混同されたままである。イスラーム文化は一般的にイスラム教に関連して発展したサラートなどのクルアーンに関するすべての修練とそれ以外のイスラム世界の文化、ベンガル地方のバウルと呼ばれる神秘主義の吟遊詩人による弾き語りなどを含む。初期のムスリム文学はアラビア語で書かれており、 預言者ムハンマドやメッカやマディーナのようなイスラム教で特別とされる土地に関する言及が多かった。初期のムスリムの歴史はイスラームの設立に関するものに集中しており、ムスリムの文学はその性格上宗教的な色彩を帯びていた。初期のムスリム文学の形成過程については、クルアーンやハディス、預言者の伝記の項目を参照のこと、ウマイヤ朝の建国とともに、 千代人用物語に見られるような世俗的なイスラーム文化が発展した。宗教的な内容を含まない世俗的な文学はイスラム帝国内のアラブ地域で広まり広く共有される文化の一つとなった。ペルシア語はアッパース朝時代に訪れるイスラーム黄金時代の主要言語であったため有名なイスラーム文学の多くはペルシア文学であった。詳しくは 鳥の会議やジャラール・ディーン・ルーミーの詩を参照されたい。ベンガル地方には伝統音楽に乗せてスーフィズムや土着の文物を歌うバウルという文化がある。巧妙な人物としてはハーサナ・ラージャやラーラナがいる。近代になり言語による作家の分類は急速に意味をなくしていく。エジプト人、ノーベル文学賞受賞作家。 ナギーブ・マフフーズの作品は英語に翻訳され、世界中で読まれている。オルハン・パムクのような他の作家は、国際的な影響力を考慮し、直接英語を用いて、書物を表した。舞台芸術では、イスラーム黄金時代に、最も人気のあったのは、パペット劇場と、タージアと呼ばれるイスラム教の歴史に基づいた、受難劇である。特に、シーア派の戯曲は、 アリーイブン・アビータ・タアリブの息子であるハサン・イブン・アリーや、フサイン・イブン・アリーのシャヒードを多く描いている。中世のアダブ文学に記録されている、アクラジャと呼ばれる大衆劇があったが、パペットやタージアの劇場よりは、開催が小規模だった。トルコの影絵劇場からギョズは広範な地域の影絵に影響を与え、影絵はインドを経由して、中国へと伝わった。後に、 中国からモンゴルを経由して中央アジアのトゥルク系民族へも伝わった。影芸,芸術は中央アジアからトゥルク系民族が移動してきたことでアナトリア半島へも伝わった。他の学者は影絵は中央アジアからではなく16世紀にエジプトからアナトリア地方へと伝わったと主張している。彼らはセリム一世が1517年にエジプトを征服した際に 艦隊の場で影絵を鑑賞したと主張する。セリム一世は影絵に強く惹かれ、イスタンブールの彼の宮殿にも影絵のパペットを持ち帰った。彼の21歳の息子、後のスレイマン一世も影絵を観覧して大いに興味を持ち、たびたび観覧した。したがって影劇場がオスマン帝国の宮殿にも作られたとしている。他の地域ではこれらの影絵はカイアールは イコールジールとして知られている。これは影絵に、ドラムやタンバリン、フルートによる生演奏をつけたものであり、煙、火、雷などの特殊効果や効果音によって、人々の笑いや、身震いなどの興奮を引き出す。イランでは千年以前より、パペットの存在が知られていたが、糸による操り人形による、人形劇に人気があった。パペットによる、 人形劇としては18から19世紀ガージャール朝時代にトルコから流入してきた経名シャーブバジがある。経名シャーブバジは音楽演奏者とモルシェドもしくはナーガールと呼ばれる和者によって構成されるペルシアの伝統的なパペット人形劇である。この劇はガーフベカーベと呼ばれる伝統的な喫茶店で行われることも多い。劇は モルシェドとパペットの対話により進行するものだった。パペット人形劇は、現在も、イランで非常に人気があり、冒険誕のロスタムとソフラーブは、その代表的な例である。イドアルイコールフィトル、イードアルイコールアドハー、アーシューラー、予言者聖誕祭、イスラーワルミラージュ、ミドシャーバンを参照のこと。イスラームの結婚式は、非常に重要なものと考えられている。 最後のイスラム教の預言者であるムハンマドは、結婚は信仰の半身であると述べた。ハディースには結婚と家族に関する称賛の言葉が、数多く並べられている。イスラームにおいて、結婚はシャリーアによる法的なつながりと、社会契約の役割を果たす。インドネシアの影芸,芸術、ワヤンクリ、土着民とイスラームの融和を表現している。 テヘランのゴレスターン宮殿にある16世紀のペルシアのミニアチュール、金欲の進めイスラーム研究の一部であるイスラーム美術では歴史的に幾何学的文様や花柄、アラベスク、カリグラフィーによる抽象的な装飾を主要な描写方法として取り入れてきた。人間描写を主に扱ってきたキリスト教芸術と異なり、 イスラーム美術では人間を含む生物の描写を行わない。イスラーム美術は通常アッラーを題材として描かれることが多いが、イスラム教は偶像の使用を禁じているため、幾何学的な文様で表される。そのパターンはアラベスクの文様と似ており、幾何学文様を繰り返し使用することで構成されるが、秩序や自然といった概念を表現する際には、 必ずしも使用されるわけではない。生きた動物の表現を禁止するクルアーン崇拝の教えからイスラム教信者はイスラームの処方を芸術へと発展させてきた。イスラーム書家はクルアーンの言葉やことわざを芸術対象として扱い、クルアーンの文言に現れるアラビア語の文字の流れを芸術として表現した。チュニジアのケルアンにあるウクバのモスクは 北アフリカ最古のモスクであり、イスラーム文化における非常に重要な建築物の一つである。アルハンブラ宮殿はスペインに残るイスラーム建築の代表例であり、多くの観光客が訪れている。1616 16年に完成したイスタンブールのスルタンヤフメトモスクイスラーム建築は、ムハンマドにより、マディーナに建設された最初のモスクから継承されている様式を指す。 他には、イスラーム普及以前にあった教会やシナゴーグを改修した様式もある。イスラーム建築に対する一般的な解釈は以下のものを含む。多くのムスリムは普段より多くの音楽に親しんでいる。イスラーム音楽はムスリムのための宗教音楽であり、公共の場や個人的な礼拝の際に演奏が行われ、口ずさまれている。 イスラム国家のハートランドは、アラビア半島と中東地域、北アフリカ、エジプト、イラン、中央アジア、インド北部、パキスタンとなっている。イスラム教は多文化にわたって受容されている、宗教であるため、イスラム教信者による音楽表現は多岐にわたり、それぞれの地域の土着の音楽と結びつくことで、様々な音楽スタイルを生み出している。セルジュー区は、 アナトリア半島を征服し、オスマン帝国はイスラム帝国を築いた。これらの国々はイスラーム音楽にも強い影響を与えた。サハラ砂漠以南のアフリカ地域やインドネシア、マレーシア、フィリピン南部などにも多くのイスラム教信者がいるが、これらの地域ではイスラーム音楽はさほど影響力を持たなかった。南インド、マッピラパート ドフフムットこれらの地域では600年前後に行われたイスラム教国家による侵略以前から公益でイスラム教国家と結びつきがありイスラーム音楽もまた公益品と共に伝わったと考えられるしかし記録の欠損からイスラーム音楽が伝わってくる以前の音楽については推測以外に知る方法はないイスラームは音楽にも強い影響力を持っており 初期のカリフの下で領土を拡大し、遠方の地域との交易を推奨することで広範な地域へと伝わった。ムスリムの神秘主義であるスーフィズムは、イスラーム音楽の広がりとともに、これらの地域に伝わっていった。ウィキメディアコモンズには、イスラーム文化に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。